はい、こんにちは。大人の男子ラボの宮永優斗です。今日はですね、T シャツを3種類ご紹介していきたいと思っています。普段はですね、この白の白衣と白のシャツで撮らせていただいてるんですが、普段は僕、上下真っ黒でほぼほぼ、生活をしています。T シャツは黒の無地 T と、ほとんど決めています。朝とかにお洋服をこう考えるっていう時間をなるべく省きたいなと思っているので、基本は黒いパンツと黒い T シャツっていうまあセットアップ感覚で着ております。で、今日は僕はもう全てで多分20着以上あの黒い無地 T を持っているんですが、その中でコスパのいい黒無地 T 3選っていうことでやっていきたいと思います。それでは1枚目の T シャツから着替えていきたいと思いますので少々お待ちください。はい、まず1着目からご紹介していきたいと思います。1着目はですね、ユニクロの黒無地 T になります。このユニクロの黒無地 T はですね、お値段1080円と一番ガシガシ着れるコスパのいい黒無地 T なんじゃないかなというふうに思います。で、まあなぜかというと、これ普通の T シャツより若干生地が厚いです。肉厚に作られてます。なので、まあ単純に生地が強いんですよね。たくさん洗ったりしても、あんまりヘタヘタになることはすぐにはないのかな、というふうに思うのと、まあがっつり動く方だったりとか、まあスポーツとかアウトドアにも、こういうしっかりした素材の T シャツはかなりいいんじゃないかなと。いうふうに思います。ただ1点、肉厚な分少し暑くて着たくない日が、ちらほらあったかな。38度とかそれぐらいの時は少しちょっと着るのを躊躇する日がありました。で、サイズ感的にはあのドノーマルなサイズになってます。着丈感とかもとっても普通、大きすぎず小さすぎずというサイズ感覚ですね。なのでどっちかというとカジュアル寄りの T シャツなのかなというふうに思います。あんまり細いパンツに合うような形ではないなと。もう本当にドノーマルなので、僕はこれを着るときは、基本的にはこの黒いスラックスか短パンでラフにコーディネートするという感じですね。さらに僕普段少し小さめの T シャツを着ることが多いので、ここの腕の丈が若干長いかなとバランス的に思う時があるので、そういう時はこの袖をロールアップします。ロールアップをするとこれぐらい、まあリブ1個分ぐらいここが短くなるので、少しスタイリッシュなイメージは増すのかなというふうに思います。こちらユニクロ1080円の T シャツでした。それでは次に行っていきます。着替えてきます。はい、2枚目がですね、ヘインズのパックティーなんですけども、こちらはアマゾンの別注で作っているジャパンフィットのパックティーになります。こちらはお値段は、2枚入りで3000円ぐらいなので、1枚にだいたい1500円ぐらいの T シャツになります。これはですね、僕の印象としては一番コスパのいいモード感のある T シャツなんじゃないかなというふうに思います。なぜかというと、まあこれは本当にあのさっきのユニクロと比べると柔らかいコットンでできているので、肌触りがとってもいいです。柔らかいサラッとした、T シャツなんですよね。これは素材は、薄めのコットンで、できています。なので、質感も柔らかくて薄くサラッと着れるデザインなのかなというふうに思います。サイズ感は少しあの細めかなというふうに思います。 Amazon の公式の文章だと、一番本当に日本人に馴染みやすい程よいサイズというふうに書いてあったんですけども、さっき の, あのユニクロと比べると、まあ、比較的細いデザインなのかなというふうに思います。着丈はとってもスタンダードな着丈なんですけども、ここのアームは短いかな。さっきのユニクロをロールアップ1回した時ぐらいのアームの長さ、細さはさっきのユニクロと比べるとかなり細いように
思います。なのでこれ好き嫌い分かれるかなと思うんですけども、僕はかなり、好きなデザインになっています。細めでさらっとしたコットン、着やすいですね。コーディネートとしてはタックインをしちゃいます。タックインするときはガシッと中まで入れたら少し出して、このベルトのところに出した今の余りの部分を乗っけるというイメージでいつもタックインをしています。でこれを着るときも、細めのスラックスが多いかなと思います。たださっきのユニクロよりは生地薄くて繊細なのでちょっとクタッとしやすいっていうのが一つ難点です。1500円、1枚1500円、パクティ2枚で3000円なので、ちょっとこう消耗品という感覚で気にせず来たらいいのかなと思うんですけども、全てにおいてですね、この Amazon 別注のジャパンフィット、ヘインズのパクティは程よい、かなりもう全体的に85点っていう感じの、T シャツになっております。3枚目着替えてまいります。はい、3枚目の T シャツはですね、 N ハリウッドの、クロムシティになります。お値段は5184円、低価格帯の中では、少し高めのお値段になっています。ただ、一つ言えるのはやっぱ5000円を超えると強いなというところです。なので解説していきます。本当に5000円の壁大きいなというふうに思うのは、形的には先ほどのヘインズに全くと言っていいほどほぼ同じようなサイズです。ただ違う点がいくつかありまして、一つ目はこの光沢感ですね。さっきのヘインズの T シャツは光沢なしの T シャツだったんですけども、 N ハリウッドの T シャツは少し光沢感があるクロム地になっています。実際見るとこの目の粗さだったりとか光沢感はヘインズとは比べ物にならないぐらい高級感が出ているのかなというふうに思います。なので、とっても綺麗ですね。多分 見られてる印象も、全然違うと思います。少し、いい T シャツ着てるなというふうに思われるんじゃないでしょうか。形としては先ほどと本当に一緒ですね。アームが細め、短め、着丈はスタンダード、首の詰まり具合とかもスタンダードっていう感じですね。で、あとは2つ目の違いっていう部分は、ディテールですね。ディテール、ここの一番僕気に入っているのはこの首のリブ部分が少しだけ素材違いという切り替わっているなというのが、よく見たら分かるところが、本当におしゃれだなというふうに思うと、やはり何といっても、N ハリウッドの醍醐味はここでしょう。この、タグと文字がさらっと入っているっていうのは、少しワンポイントでデザインになっているので、遊び心が効いていいのかなというふうに思うのと、マルジェラの時と一緒ですね。なんかこのタグが1個ついてるだけで、ブランドものを背負っているっていう感覚が、ブランドの良さかなというふうに思います。なのでこれ賛否両論あるかもしれないんですけども、このタグがついているだけで僕は、数千円高い理由はあるのかなというふうに思います。でですね、この T シャツは、コーディネート的には僕は細めのスラックスと合わせることが多いです。先ほどのヘインズと形は同じなので、一番そういう時に着るのかなというふうに思うんですけども、合わせは本当に、かなり簡単なデザインで、少しモード感もありつつ、そういうクタッとした古着テイストにも合う、しっかり締めてくれる、一品なんじゃないかなというふうに思います。はい、それではフィードバックしていきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。低価格帯のコスパのいい、クロムジティを3種類紹介してみました。そうですね、クロムジティ本当に同じ黒で無地っていうものなのにもかかわらずすごい種類があって、それぞれに、こだわりがあって作られているものがたくさんあります。
で、もちろん白無地ティーを多く着てたんですけども、なんやかんややっぱり黒無地ティーの方が、何にでも合ったりとか、何より簡単に清潔感が出るっていうのが、僕の中ではすごくいいアイテムだなというふうに思っています。まあ、一番自分に合ったサイズ感だったりとか、服に合わせやすいっていうところを重視して選んでいただきたいなというふうに思います。なので、まあ、今あるパンツだったりとか今ある、靴、髪型、そういう部分に合う、これは自分のために作られたんじゃないかなっていう、クロムジティ必ず一着はあると思います。なので、それを探すたびに、皆さん出てもいいのではないかなというふうに思います。はい、こんな感じで、クロムジティの3種類やってみました。ぜひチャンネル登録と、いいねボタングッドボタンを押していただけると励みになります。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。